麻雀遊戯王。麻雀遊戯ゼミ。さあ本日もプロ雀士の方に先生になっていただきまして、麻雀界のいろいろなことを教わっていきましょう。副担任のイーピンくんです。学級委員長の長澤まりなです。よろしくお願いいたしま す。さあ本日もですね、近藤誠一先生にいろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、1時間目はですね、偉人、麻雀界にいた偉人のことをですね、いろいろ教えていただきまして、非常に興味深いお話たくさん聞かせていただきました。はい、本日もですね、過疎の進むこの学校で過疎すごい、はいはい、新入生はいないんですか？新入生募集中です。あ、私だけじゃダメですか？いや、そんなことはない。その方がいい。そのままに過疎の進む学校で禁断の愛はやめてください。やめてください。はい、参列者がいないです。生徒は増えないけど先生増えたりして。そうですね、先生がどんどんあの入れ替わり立ち替わり増えていくという可能性があるので、生徒も引き続き募集していきましょう。とはいえ今日もこのメンバーでね、聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。そして本日の授業なんですが、プロ団体の歴史について。今ですね、 M リーグには M リーグ参加資格のあるプロ団体が5つあるんですけども、その5つの団体がどのようにして発足していったのかとかですね、そういった歴史を聞いていきたいと思いますので、はい、近藤先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。となった時に気になるのは、一番最初にできた団体ってどこなのっていう。確かにこれ、ね、あの昔から時々取り沙汰されるんですけれども、はい、一番初めにできた麻雀プロ団体はどこでしょう。わ、問題。急に問題にしちゃった。いやいや、素晴らしい。日本プロ麻雀連盟だと思います。お、正解です。お、日本プロ麻雀連盟が最初に発足されたんですか？団体としては。なるほど、ちょっと細かく聞いていきたいですね。はい、ですね、もともと麻雀プロの誕生と言っていいのは、はい、これは団体ではなくて、はい、最高位戦っていう年間を通じて、はい、まあ、総当たり戦をやる、まあ、集団というか、当時はあの年間で100ハンチャン、はい、で、主催は皆さんよくご存知、はい、竹正吾さんです。すごい。竹書房さんが最高位戦という年間リーグ戦を主催をしたのが、麻雀プロの誕生のきっかけになったということですか？そうですね、あの一応そういう認識で合ってると思います。竹書房さんが巷でと言えばいいんでしょうか、あの割と頭角を現していたというか、目立っていた麻雀打ちを集めて始めたのが最高位戦。なるほど。この頃はまだ麻雀打ちというか、プロではなかったという。そうですね、いやまあでも一応麻雀プロと歌って、リーグ戦をやっていたと思います。ただしプロ団体としては存在していないっていうことですね。まだプロ団体はない中で麻雀プロを名乗る人たちがリーグ戦を行っている、そうですね、はいはいはい。ここからどのような形で団体が出来上がっていくんですか？これがね、はい、6年ぐらいです。まあ、最高戦がね、続いてるわけですけど、はい、6年間ぐらいは団体がないまま続きましたと、はい、ここから分かれます。それが連盟さんです。なるほど。ここで日本プロ麻雀連盟の元が出てきた。だから団体として最初にできたのが連盟さんだというのもこういう意味。なるほど。麻雀プロ自体はその前に誕生はしていたんですが、うんうん、団体として最初にできたのが連盟さんです。そうですね。でこっちはこっちで残った人たちはそのまま、はい、団体は特に作ることもなく、はい、そのままリーグ戦を継続していた、続けていたんですね。なるほどなるほど。6年後に対して、まあ10年後っていうぐらいですかね、はい、ここから10年ですね。はい、まあ、大体ですよ、これ6とか10とか大体です、大体これぐらいの感覚だよという、はいはい、この時に最高位戦っていうリーグ戦だったんですけど、はい、こっちも団体を作ります、はい、その団体名が日本麻雀最高位戦、ね、こっちもちゃんと書いてます。はい、なるほどなるほど。ちなみに、はい、なぜここで、はい、あえて団体になったかというと、はい、竹書房さんが、主催を降りたんです。なるほど。ここで、まあ、簡単に言うと、はい、捨てられたっていうことです。スポンサーがいなくなった的なことですね。そういうことです。そういうことしますね、竹書房。許せない。竹書房が一番許せないな、我々は。あ、許せない。じゃあ本当一緒なんですか、最高位戦と連盟は。元は一緒です。分かれちゃった、うん、だからあれですよ、最高位戦ってだからこのままずっとね、はい、
年45年を迎えているんですけど、はい、あのまあ、毎年、ね、最高位一番勝った人が決まるじゃないですか、はい、ちなみに、最高位の初代最高位知ってますか？初代最高位か、これは誰だろうな、なかなか難しい。でちなみに、はい、そうですね、難しいですよね。特に1年目は難しくて、はい、今は最高位ってね、1年に1人しか生まれないんですけど、1年目に限っては、得点部門と順位率部門っていう2部門に分かれていて、なるほど。でその得点部門、まあ、今でいう最高位に当たるのが、川田隆さんっていう方。知るわけないじゃん。だほらちょっと学級委員長、学級委員長メモってください。知らなかったら学べばいいんですよ。川田さんが初代最高位、これテストに出てもおかしくないんですよ。そうですよね、すいません、テストには出ない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 、すいません、テスト、学級委員長も気が早いね、すいません。だから川田隆さんの名前は、はい、出ないだろうから言ってるわけですよ。なるほど。だけど、はい、もう一人の方は、はい、出てきてもおかしくない。なるほど。あ、じゃあ有名な方ということですね。そうです。この、麻雀プロが退場された、そのプロ麻雀連盟さんができる前のその最高位戦の初代ということです。そういうことですよ。そうです。なるほど。ということはやっぱりね、さっき出たメンバーが、ね、そうですね、伝説のメンバーの、ね、偉人の方の中にいらっしゃるじゃないですか。さすが学級委員長、いいところに見えてじゃあ答えていただきましょう、学級委員長。はい、まあ、わかんないが、はい、はい、小島武雄さん、はい、あ、はいはいはい、浅野哲也さん、はい、はい、奈良さん、正解すごい、3回当てた、さすが過疎化ちなみに、はい、小島先生も最高位になられてます。しかも、最高位戦で最初に連覇を成し遂げた人。なるほど、連覇しちゃったんですね。第3期第4期、ね、小島先生、ね、やっぱ強いんですね、はい、これでこの日本麻雀最高位戦というのが生まれて、これが現在でいう最高位戦、日本プロ麻雀協会の礎ということですよね、はい、ね、これね、はい、22年後に、はい、改名します。あ、改名、なるほど、なるほど。これが長いな、確かに。最高位戦の自団体です。でもそうですね、日本プロマージャン協会さんと最高位戦日本プロマージャン協会さんがあるから、最初混乱する方がいらっしゃるかもなって、確かにピンクを思ったことね。この最高位戦には相変わらずこだわって入れ続けるという、うん、そうですね、一番最初にやっぱりリーグ戦で最高位戦というのがありましたし、そこを受け継いでるのが最高位戦ということなんですね、うん。今ではね、これがもっと長くなって、はい、ここに一般社団法人っていうのを、あら、一般社団法人最高位戦に短くしてくれって言われてるのに長くしてくれ、今度日吉さんに言ってもらいますね、早口言葉で一般社団法人最高位戦日本プロ麻雀協会、大変です、ありがとうございます。それでね、はい、実は、はい、なぜここで改名したかというのが、確かにそうですね、出てくる。はい、ここの6年後の時に連盟さんできましたね。できました、はい、このちょうど22年後のところに、はい、こんな感じでいいかな。お、なるほど。おまたよこしことなった、はい、ね、漢字問題でしょうか、まあ、これ漢字問題出てきたよ、はい、こうだろうな。 あ、なるほど、はい、合ってるのかこれ、本当に合ってると思います。麻雀連合、はいはいはい、井出陽介さん、そして小林剛さんがいらっしゃる、はい、そうですね、はい、現代表は押田さん、ね、はい、井出さんが新しい団体を作って、でその時にうちも日本麻雀最高位戦ってなんかこれ団体名としてちょっと妙じゃないかっていう話が出てきて、なるほど、でまあ協会にしようと、協会にして、はい、すっきりさせようっていう案もあったんですけど、はい、いやいやこれは残そうと、あの、やはり、この名前受け継いでいきたい、なるほど、最高位戦日本プロ麻雀協会という名前がここで誕生したわけですね。そうですね。そして、それとはたもとを分かつ感じで麻雀連合ニューが、うん、できたと。そうですね、はい、3団体、3団体になりました、はい。ちなみにさっき古川先生のね、101競技連盟、ね、はい、11戦101って言ったことがある、はい、あれはだからどう表現すればいいのか、はい、多分ね、これより前からやってたんじゃないかな、101。
なるほど。これはもうずっとなんか独自の道を行ってる感じ。行ってる形で、ね、それはそれで存在していたという、うん、そうですね。あの個人的に多少こう交流したりね、はい、そういう方もいらしたりしたんですけどね、はい、なるほど。また別の、まあ、別の団体さんそれぞれでありましたけども、まあ、大きいところで、うん、竹書房さんが主催した最高位戦というところからの枝分かれはこういうことである、うん、そうですね。大元をたどると一緒なんですね。一緒なんです。大元をたどると竹書房さん最高位戦だったんです。そうなんだ。ちなみにだからここであと2つね、はい、もう出してしまいましょう、はい、26年後でいいかな、はい、麻雀連合さんができてからもうちょっと経ったぐらいですね。ここで、はい、もう一つ。なるほどなるほど。初代の代表は土井康明さんですかね、はい、あと五十嵐さんとかね。はい、五十嵐さん。ということは最高位戦日本プロ麻雀協会からたもとを分かつ形で最高位戦が取れた日本プロ麻雀協会ができた、うん、そうなんですね。そういうことです。なるほど。あの団体名問題もちょっと起こったりなんかしてねそうですよね。最高位戦あるなしは意外となんかこうややこしいんじゃないかなはい、もうちょっと変えた方がいいんじゃないかとか今いろいろあったのかもしれないですね。まあ、この名前自体はねどうでしょうね。やっぱりあの土井さんのことが大きかったんじゃないかなとは思いますけどね。もともとこっちの名前つけるときに、はい、あのこれのないこっちの名前にしようって言い出したのが土井さんなんですよ。なるほど。日本プロ麻雀協会でいいんじゃないかって言い出したのが土井さんなんですね、うんうん、で結果自分が新しい団体を作ってその名前をこの名前にした。あ、そうなんだ。相当良かったんですね。そうですね、うん、前から自分がこう思っていたものを名付けて、うん、多分と分かった感じなんですね、うん、ああ、これは面白いですね。こう見ていくとあの最高位戦から枝分かれしていく感じなんですね。そうなんですよ。今のこの純粋に数でいうと連盟さんの数が多いじゃないですか、はいはいはい、だから連盟さんからの枝分かれなのかなって思ったんですけど最高位戦からこう分かれていく感じだったんですね、うん、基本的にはそういうスタイルなんですよね。だからまあ、ある意味その揉め事がちょっと起こる団体とも言われてすぐあのラーメン屋さんみたいにすぐね、うん、あののれん分けしちゃうみたいなあの、ね、これざっくりあくまで個人的な印象ですけど、はい、マジャン打ちってねそのゴリゴリのただ勝つことだけ考えてる人たちいるんですよ、うん、結構ね、はい、まあ、マージャンプロだから当たり前といえば当たり前ですけど、に対して、メディアにガンガン出ていって有名になる、ね、マージャンを広める認知してもらう、そういう活動を熱心にやる人たちも割といるんですよね。でそこがねちょいちょい揉めるんですよ。なるほど。意見が食い違って、でいやそれはもうちょっとこういうやり方を認めてくれないんじゃもうやりづらくてしょうがないから新しい団体作るよっていう風にメディア路線がどんどん抜けていって結果ガツガツ麻雀やる人たちが残っているのが最高位戦、はい、武骨な人たちが残った最高位戦、うん、そうですね。よく言えばというか、うん、まあ時々言われるのはあの麻雀バカの集まりっていうね。まあ、信念は変わってないわけですよね。 強いこそのプロだろうなっていう、ね、うん、そうですね。もちろんそういう人ばかりではなくてねあのメディアを意識してる人たちもあの一定数いるんですけれども、あの勢力図としてはやっぱりその勝ってこそプロっていう認識はやっぱかなり強いかなとは思います。まあそうですよね。たもとを分かつような考え方がそこで違ったっていうことですもんね、うん、そうですね、はい、でこれから先ねどういうふうにやっていくかっていうところで、あのどうしても意見が割れてね、あの折り合いがつかなくて、でそれなりに人数もやっぱりこう支持する人数がねそれぞれにいれば、はい、もう別々にやればいいじゃないかっていうふうな経緯があった。個人が抜けるのとはわけが違いますね。わけが違いますね。やっぱ複数人数で考えが対立してしまって、はい、じゃあ別れましょうということですよね、うん、なるほど。そんな深い理由があると思わなかった。そうですね。やっぱ歴史がありますね。あるわ。ちなみにこの時はもともと60人ぐらいだったんですよ、はい、今に比べるとねだいぶ少なかったんですよ元のに。62から30、30、30で分かれたんですね。でここは、40人。なるほど。まあその30、30で分かれて30からまた数が増えたところから40人になって残ったのは80。なるほどなるほど。あ、じゃあやっぱプロの方もやっぱ確実に増えてますね。増えてます、はい、めちゃくちゃ増えてます、はい、あと、もう一個書いてないですよね。はい、残るはそうですね、これはだから連盟さんもずっとねこのまま続いていくんですけど、はい、この辺で今初めて最高位戦の派生からの派生という形です。そうですね、はい、こアルファベットだけでいいのかな。感じないんで大丈夫なの？大丈夫です、はい、悩まないそんな時間RMU、リアルマージャンに、そう、はい、RMU、はい、多いプロが作られた団体ですね、うん、RMU さんは、連盟さんからの
派生枝分かれということ、ね、そうですね、ここ微妙です、はい、基本的には、はい、連盟さんから移った方が大半を占めています、はいはい、でちなみに最高位戦からもちょっとだけ行ってます。なるほど、大きく分かれたのは連盟さんからなんですけど、その時に RMU という団体を立ち上げるからということで募って他の団体からも行った人もいる、ね、そうですね、はい、なるほどなるほど、こうして見ると面白い、森さんすごいですね。そうですね、確かにマージャン遊戯王に出ていただいた方の中で、うん、実際に派生をさせた団体の方で見ると、うん、大井プロと入江陽介プロになるんですけど、入江陽介プロに関して言えばもうね、イーピン君も知ってるぐらいメディアに出られた方というイメージがあるので分かるんですけど、やっぱ大井さんはここから派生するっていうオリジナリティがあった方なんですね、うん、確かに。ただね、正確に言うと、はい、作った当初、主導的に動いていたというか、これね、RMU の前に、はい、日本麻雀さ、まだ漢字が出てきたぞ。麻雀は漢字が好きですね、本当に、はい。っていうので、できてるんですよ。日本麻雀機構ですか、それとも日本麻…日本麻雀機構。先生、はい、ちょっと漢字が、ちょっと足りないです。この本だと朝を作る会社になります、はい、こうやってね、朝一生懸命朝を作る会社になっちゃいます、ね、ありがとうございます。さすがな緊張緊張気がつくね、さすが、まあまあまあ、素晴らしい、日本麻雀機構っていうのが、まあ、発生したそこが、まあ、RMA という名前に変わったという、変わったと言ってもまあ間違いではないですかね、でその日本麻雀機構を主導的に連盟を脱退して作ったのが土田さんです。あ、土田幸雄なんですね、うん、なるほど、だからこの時の代表は土田さん、はい、そうなんだ、でここに大井さんとかね、はい、バラエティー班ですね、大井さんとか、ね、はい、安倍さんとかねがいたわけですよ。ここは井出さんですよね、はい、井出さんですね、あんまり漢字書くとまた間違えそうで、日本最初日本麻雀機構っていう名前で、まあ、団体を発足させたんですよ、はい、だからもともとリーグ戦が第一の目的ではない団体だって。 なるほど、うん、そこの意見が割れたんですね、うん、リーグ戦をやるぞと、うん、リーグ戦やらなくてもいいだろうっていう、うん、でまあ、聞いたところによると、はい、特に大井さんを中心に、はい、やっぱりね、油の乗ってる打ち手がリーグ戦をやりたいと、うん、で RMU リーグっていうのを作ったというふうに聞いてる。なるほど、分かれた。今ではこっちの名前が、まあ、取れて、はい、団体名が RMU になった。そうですね、聞いています、はい、はい、大丈夫、大丈夫だと思います、はい、RMU っていう名前でやられてます、うん、そして現在に至ると。そうですね、これが何年前かな、はい、もう10年は経ってると思うんですけどね、はい、最近の話ですよね、割とね、この長い歴史で見ると近い方ですね。面白いですね。ということは今 M リーグの参加資格となっている5団体というのは、うん、全て大元は1個1つのリーグ戦から始まってたんですね。主催竹勝坊さん、そうですね、これ竹勝坊が M リーグチーム作っておかしくないですね。おかしくないですね。そうですね、はい、いやでもこれ改めて近藤先生にお聞きして分かることがたくさんありましたね。めっちゃ分かりやすい、はい、そうですね、年表のように書いていただきまして、まあ、特にね、近年どの団体も新しい会員がね、どんどん増えているんで、はい、そういう人たちにとってはね、やっぱり知らないことも多かったんじゃないかなと思います、うん、そうですね、マリジョさんも知らないことも多かったんじゃない。いや、本当知らないことばかりでしたね、うん、意外と最近の話のように感じるし、うん、でも古い話だし、なんか不思議な感覚、うん、そうですね、うん、すごく古いわけじゃないんですけど、やっぱりこの45年の間に本当にいろんな考えがぶつかり合ってできてる、やっぱ全員が麻雀に対して真剣だからこそこう今がある感じがしますね。ありがとうございます。副担任だから。さすがです。ありがとうございます。いやー、面白かったですね。これはやっぱ皆さん知らなかったと思うんで、ぜひこう覚えていただいて、はい、今ね、プロ雀士を目指す方がいろんな団体に、ね、どの団体がいいんだろうとかいろいろ考えられたりとかすると思うんですけども、やっぱりこういう歴史を見てからね、改めて考えるのも面白いんじゃないかと思います。確かに。はい。これはもうテストに出てもおかしくないですから、怒られますね、はい、本当超ためになる授業だと思います。ためになります。麻雀遊戯王らしからぬ、らしそうですね。これは続けていくべき、はい、楽しいっす、教育番組的に麻雀遊戯王と思って、ね、
これちょっと麻雀遊戯ゼミはですね、引き続きこう近藤先生からいろんなお話を賜っていきましょう。はい、はい、生徒が増えるかわかりませんがはい、これちょっとまあ、時間は頭を置くかもしれませんけど、3時間目4時間目という形でですね、今度は異なる方の偉人も聞いたらと思いますので異なる方ね、はい、はい、この歴史の中にはどんな方がいたのか改めてお聞きしたいと思います、はい、ということで今日はですね、近藤先生ありがとうございました。ありがとうございました。さあ本日の授業が面白かった、あと本当にこうためになったぞっていう方、ぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。ということで今日の授業はここまで。またねー。